ジブラは日本のヒップホップ MC、DJ バーティークレーツ名義で DJ としても活動。別称はジブラタイルスキル、鼻息洗いしまうまなど。戦争なり金と言われた実業家で1982年のホテルニュージャパン火災事故で実刑判決を受けた横井秀樹の孫である。2019年にジブラは祖父が 取り返しのつかないことをしたのは自分の運命です。ご迷惑をかけた方には申し訳ない気持ちしかありません。自分はその分少しでも善行ができればと思って生きてますとツイートした。母は実業家横井秀樹の長女。母の再婚相手は建築家の坂倉武之助。スフィアはイフテイ。1991年に結婚し、二人の息子を サズカルも離婚。子供二人はジブラが引き取る。2002年に、モデルの中林美和と、自身二度目の結婚。中林との間には、二重のリーマラ二人の娘を設ける。2020年5月には、長男に男児が誕生し、49歳で、祖父となった。同年11月、中林との離婚を報告。2002年、キングギドラの楽曲、公開処刑で、 かつて、グレイトフルデイズで、共演があった、ドラゴンアッシュのフルやケンジに向けて、声質、フローステージングライミングが、ジブラのそれと酷似しているということについてディスした。後に、ジブラは自伝などで、公開処刑を作るに至った経緯を語った。その中では、公開処刑発表以後のドラゴンアッシュの活動を認める発言もしており、現時点では一段落している。 2011年5月19日、ラッパーのラウデフがジブラをディスした曲、キリン EM を発表。翌日、ジブラがアンサーソング、ダイバイザビーフを発表した。その2日後、これに対するアンサー、トラップ OR だよ、ラウデフが発表。4年後の2015年8月11日、ユーストリームで公開されたグランドマスターショーでスカイハイを通じ、 ジブラとラウデフが、公の場所で共演し、握手を交わし、完全に和解していることを公表した。2017年9月27日、ラウデフが、アルバム、ユニセックスを発売。このアルバムに収録された、ヒポテックは、ジブラの楽曲、スーパーテックをリメイクしたものであり、ジブラ本人もイントロに参加している。デジタルシングルライブ収録ミュージックビデオ集映画。 ありがとうございます。